はい、こんにちは。リズム9の練習です。リズム9では、8でやった四分九符がたくさん出てきます。だから、四分九符ってなんだっけなーっていう子は、一旦8に戻ってから、こっちにおいで。ね。よろしく。はい、それじゃあ行きますよ。準備はいいですか？タン、ウン、タン、ウン。どうぞ。うんたんうんたんどうぞ。たんたんたんうんどうぞ。たんうんたんたんどうぞ。たんうんうんたんどうぞ。うんたんたんたんどうぞ。はーい、いいじゃん、よくできました。休符のこと、四分休符のことよく覚えてたね。ねえ、でもじゃん。ところでねえねえねえ、質問があるんだけど、これこの記号のことを覚えてる人、はいはいはい本当？じゃあちょっとこの記号の名前言うよ。せーの、あらららら覚えてた？言えた？本当？うん、じゃあ答え出すよ。3、2、1、シュ。はーい、正解したかな。この記号の名前はアクセントって言います。で、このアクセントってどういうことをするかっていうと、アクセントがついている音符は他の音符よりも強く言ってあげるんだよね。思い出した？例えばこんな感じ。こういう風についてたら、タンタン、そういう風に読んであげるんだってよね。アクセントがついてる音符のところだけ強く言ってあげる。言ってごらん。せーの、タンタンタン。オッケー。はい、それではアクセントをよく意識してこの後のリズム読んでってください。じゃあ行きますよ。タンウンタンウンどうぞ。うんたんうんたんどうぞ。たんたんたんうんどうぞ。たんうんたんたんどうぞ。たんうんうんたんどうぞ。うんたんたんたんどうぞ。はー、よくできました。アクセント上手にできたね。それではまたリズム10で会いましょう。バイバーイ。じゃあねー。